皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。日中は随分と蒸し暑くなってきましたね。僕の方は5月にですね、久しぶりに1年ぶりに風邪をひいてしまいまして、4日間とにかく体中が痛くてですね、ただずっと寝てるだけでした。元気になったらやっぱり、当たり前に普段ですね、健康で生活していることが一番幸せで感謝すべきことなんだなということを、年齢重ねるたびに、実感しております。お互い一日一日を、大切に過ごしたいですね。はい、ではですね、秀典小川のフライハイ、本日第29回目になりますが、今回のゲストはですね、3月にですね、楽曲のですね、ミックスマスタリングのお仕事で、ご一緒させていただいたことがきっかけで、先日、ご自身のライジオのですね、番組にも、第1回目のゲストとして遊びに行かせていただきました。ASMR シンガーのりょうたさんをお迎えして、本日番組の方を進行していきたいなと思います。りょうたさん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではりょうたさんのプロフィールの方を紹介していきたいなと思います。幼少期にですね、おばあさんの、民謡の影響で歌謡曲に触れることになり、高校の時に初めてバンドを結成されます。その時にボーカルを担当され、同時にエレキギターも習い始めます。その後、音楽に興味を持って音楽の専門学校に通い、ピアノの弾き語りも始められて、芸能事務所や、音楽事務所に所属する期間もありましたが、現在はソロの ASMR シンガーとして活動中です。ストーリーを描いた歌詞が、特徴的で、あとパフォーマンスにこだわったライブ活動を精力的に展開中されていると、展開中であるということで、はい、お久しぶりですね。お久しぶりですけど何週間ぶりかっていう感じだよね。2週間か3週間ぶり、ね、3週間ぶり、はい、この間のラジオで、ね、そうですね、はい、共演させていただきましたね。はい、でまずですね、2人の出会いなんですが、先ほどもちょっと、オープニングでご紹介させていただいたんですが、はい、りょうたさんが初めてですね、作詞作曲をされた楽曲のですね、ミックスマスタリングのお仕事をですね、2人の共通の知人ですよね、そうですね、から紹介いただいて、はいはい、お仕事を一緒にさせていただくことになったんですが、はいはい、今日ですね、その楽曲2曲、皆さんに聴いていただこうと思って後ほど紹介するんですが、うん、はい、はい、っていう感じでラジオにも誘っていただいたり、僕の方もあのライブを、見せていただいたりと、うん、はい、今後ちょっといろいろまた一緒に活動することがあるんじゃないかなと思います。はい、で、高校時代にですね、あの影響を受けたアーティストさんっていうのはどんな方なんですか？高校時代に、はい、僕コンビニでバイトをしてたんですけど、はい、その時にあの有線で流れた曲があって、はい、思わず手を止めてしまったアーティストさんがいて、はい、その方がアシッドブラックチェリーさんっていう方なんですけど、うんうん、その方、はい、僕はね、それはりょうたさんから知りました。あ、そうだったんですね。あのリファレンスをいただいたじゃないですか、はい、あの時も確か、一番初めが多分ジャンヌ・ダルクだったんですよね。ジャンヌ・ダルクのボーカルの方ですもんね。はい、はい、ヤスさんでしたっけ。はい、ヤスさんですね、はい、その方の声と、うん、その楽曲に魅了されて、うん、そう思わず手を止めてしまったんですけど、はい、そう、今でも大好きで、うん、あのやっぱり歌声もそうですし、はい、何よりもライブパフォーマンスっていうのが他の人に比べて全然もう違くて、うん、踊りを入れたこうロックなパフォーマンスをされてて、今でも尊敬してる存在ではありますね、うん、けど今は活動は休止されてるんですかね。そうなんですよね。何かご病気されてますよね。そうです、なんか首を振りすぎて結構激しいんですよ。あ、ビジュアル系でね、激しいから、はい、うんうんうん、なんで結構その歌えなくなってしまったっていう感じで、うんうん、はい、なるほど、はい、ね、あの好きなアーティストだったらライブ行きたいですよね。あ、そう、まだ1回も行けてなくてそれはちょっとね、うん、残念ですね。そうなんですよ。僕もですね、はい、あの坂本龍一さんが好きで、先日ね、先月亡くなっちゃったんですけど、1回だけ行ったんですけど、でその時はですね、はい、あの方、うん、そのポップな音楽もやられてるし、うん、と言っていいんだよ、先鋭的な、ちょっと普通の人が来てもわからないような音楽もやられてたんですね、はい、でちょうど僕が、豊洲ビットでそういったライブがありまして、うんうん、まあ、ソロのライブではないんですけど、いろんな方が集まったライブだったんで、はい、でその時には
こうね有名な曲「戦場のメリークリスマス」とかちょっと聞きたいなって思ったんですけど、うん、聞けずじまいで、あただまあ実際にこうピアノの音、はい、さっき言われたような感じでそのボーカルが違うみたいな感じで、うん、やっぱピアノの音色とか圧倒的に違ってましたね。やっぱ実際にあの、うん、自分がいいなって思うアーティストは足を運んで、そうですね、いつどうなるか分かん見れなくなるか分かんないので、本当ですよ、ね、うん、だぜひ行った方がいいですけど、うん、そうですね、また活動復帰ねされるといいですね。復帰してくれればもう、ね、その時はぜひ行きたいですね、うん、はい。それではですね、あともう一つお聞きしたかったんですけど、はい、シンガーの前にですね ASMR シンガーと、でこれ、はい、2、3年ぐらい前からよくね、うん、ASMR とかアスマーとかアズマーとかって言うんですけど、 そうですね、その咀嚼音とかですね、うん、あと雨音とか雨音とか、あと焚き火の音とか、どう言っていいんだろう、うん、こうゾクゾクっとするような感じの、いやまさに今もそうですよね、このラジオを聞いてる方はなるほど、僕たち2人の声でASMR、 僕は大したことないけど、あの声ね、あの前ラジオ一緒にさせていただいたじゃないですか、はい、やっぱ声いいなって思ったんですよ。ありがとうございます、うん、あのセクシーな声ですよね、いや本当本当ありがとうございます。あの女性が好きそうないい声されてるから、はい、か声の仕事もねなんかあればいいですよね。そうですね、ね、声優とかアニメが好きなんで、あいいと思います、はい、うん、あのとても声いい声してると思いますよ。ありがとうございます、はい、あそこから来てるんですね。そうですね、なるほど、なんか、まあ、ささやき声とかで、はい、その今後の楽曲も作っていく中でこう、うん、ASMR を意識した楽曲作れたらちょっと面白いかなと思ってて、ちょっと僕もこのどういった肩書きっていうのは初めてだったから、あ、何なんかなっていうのは聞いてみたかったんですね。はい、はい、それではですね、今日楽曲の方をですね4曲、りょうたさんがセレクトして、持ってきていただいたので、はい、1曲目から、紹介していきたいなと思います、はい、まずはですね、2ヶ月前かな4月28日にりょうたさんの作詞作曲の、はい、ファーストシングルとしてカラーという楽曲をリリースされましたが、はい、こちらについてですね曲に関するエピソードや、この曲に込められたメッセージなど何かあれば教えていただけますか。はい、はい、このカラーっていう曲が初めての作詞作曲をした作品でして、はい、はい、ファーストシングルとして、まあ、おっしゃっていただいた通り、はい、先月の4月28日に音楽配信ストアサブスクでこの曲を、リリースさせていただいたんですけど、はい、そのこの曲がスマホのアプリのガレージバンドっていう作曲アプリがございまして、はい、そこからシンセ打ち込んで、うん、ベースギターボーカルの音程と打ち込んでいく中で仕上がった一曲でして、うん、そうですね、やっぱりこの曲その小川さんにミックスマスタリングしていただいたんですけど、はい、これが、そうですね、初めてなんだっけ、うん、これは3曲目ぐらいなんですね、実はね。あ、3曲目というのは、一番初めのやつがまだ出てないですよね、はい、一番初め、あ、もう忘れちゃった一番初め話を止めてしまった。一番初めの曲っていうのは題名を忘れちゃったんだけど、あ、より夢がね2曲目なんです、あ、実は僕的にはこれが1曲目だと思ってます。あ、そうですか。あの曲か。ありましたよね。はい、ありましたね。あれはまだ世に出てないんですけど、ね、世に出てないですよね、はい、はい、今模索中でして、そう、そう、基本的にあのスマホで全部作って僕びっくりしちゃっていや、パソコン持ってないんだ、本当にそう言ったから小川さんいなきゃこのクオリティまで上がってないんですよね、うん、正直、うん、なので、はい、そうですね、ぜひこの楽曲のもうマスタリングとかにも注目していただきたいし、うん、なおかつ、僕はこの曲に込めた思いっていうのが、はい、夢を追いかける方にはぜひ歌詞に注目して聴いていただきたいので、はい、はい、ぜひこの後、そうですね、はい、皆さんに聞いていただきたいですね、はい、特に僕はこれイントロのシンセ、これはガレージバンドの音そのまんまなんですよね、うん、実はね、はい、とてもシーケンス あのアルペジオというかね、そこが特徴的で、あとですね、その曲をね、あのドラムの方とかベースもいらっしゃいましたっけ、はい、ベースいないか、シンセベースでしたっけ、はい、でギターとかにみんなギタリストさんとかに依頼して
でクオリティがガッと上がってるんですけど、 そのギタリストさんがこの前のね、初めて4月27でしたっけのライブ行った時、ね、27か29か、はい、29です、ライブ行った時に初めて知って、はい、もう驚きにびっくりしちゃいましたね。女性の方だったんだ、ね、まさになんかバイオハザードの主人公並みなかっこいい女性という感じ で、ギターがとても似合う女性で、ね、そうですね、なんかびっくりしちゃいましたね、うん、はいはい、はい、では曲紹介の方お願いします。それでは聞いてください。りょうたでカラー。はい、りょうたさんで、カラー聞いていただきました。続いては2曲目なんですが、はい、先ほどあのプロフィールのとこでも、紹介ありましたアシッドブラックチェリーさんの、はい、君がいないあの日からという楽曲ですが、はい、この曲、まあ、先ほども言われていましたけど、はい、何か曲に関するエピソード、曲に込められたメッセージはないもんね。まあそうですね。まあ、まあ僕が、ね、あの高校の時一番影響を受けたっていうことですね。そうですね、うん、初めてバンドを組んだのが高校の時で、うんうん、でその時にあの誘ってくれたベースの方が、はい、結構ビジュアル系の方が好きで、うんうん、いろいろ紹介してもらって聞いてたんですけど、はい、うん、それでもまだその歌手を本気で目指すきっかけにはなってなくて、ではい、でその中でやっぱり先ほども、言ったんですけど、はい、こうコンビニで働いてた時に聞いて、うんうん、あこの方みたいになれたらいいなって、うん、その時が一番きっかけなんですね。そうですね、うん、けどまあ高校とか多感な時期はやっぱり、うん、誰かにこうものすごく大きく影響を受ける時期ですよね。影響されます ね、そうですよね、はい、そこで人生変わっちゃいますもんね。はいはい、僕もそういう経験はありますんでよくわかります。はい、ではですね、それでは曲紹介の方お願いします。はい、僕が、歌手を目指すきっかけとなった楽曲です。この曲がなければ今の僕はきっとサラリーマンをしていたと思います。それでは聴いてください。アシッドブラックチェリーさんで君がいないあの日から。はい、アシッドブラックチェリーさんで君がいないあの日から聴いていただきました。続いて3曲目、こちらはガクトさんの曲ですね、はい、ガクトさんの野に咲く花のように、はい、僕これ初めて聞きましたね。これはどういった曲なんでしょうか。はい、はい、NHK の曲で使われてたみたいで、はい、あの結構その4月頃にこう卒業される方に向けて、はい、あのガクトさんがあの 高校かな、うん、学校を回ってこの曲を歌うんですよ、ね、すっごくいい曲 で、うん、で僕この曲であのピアノを弾き語りをしてた時代があって、うん、はいはい、その時に一番苦戦したのがこの楽曲 で、 あ、そうなんですか。はい、小川さんもピアノされてると思うので、うん、はい、なんとなくは分かると思うんですけど、ピアノソロでカノンが出てくるんですよね、うん、カノンいい曲ですよね。いいですよね、はい、なんですけど僕あの卒業式とかね必ず流れますもんね。あ、やっぱり卒業の そのなるほどなるほど、雰囲気がカノンっていう感じなんですね、うん、なんかこの曲にカノンが入ってるから、うん、なんかそう3月の卒業式をイメージするような感じの曲になってますもんね、はい、うん、そうですね、はい、なのでそのピアノを幼少期から習っていなかったので、うん、指が動きにくいでしょ動かないとねわかりますわかります。アルチューみたいな手になって、はい、確かに確かに、ね、コードを抑えるぐらいはいいけど、あ、そうですね、そうですね、うん、小さい頃から動かしないとダメなんです、ね、単音でこう指を動かしていくのが難しくて、うん、何度も何度もこうクリック音と一緒にこう合わせて、うんうんうん、あのやってた曲でもうすごい思い入れがあるものですね。はい、であの GACKT さんも現在でもすごく大好きで、はい、考え方とか生き方が本当にこの人は素敵だなと思ってリスペクトしてますね、うん、はい、はい、ではそれでは聴いていただきましょうか。曲紹介の方お願いします。それでは聴いてください。 GACKT さんで野に咲く花のように。はい、GACKT さんで野に咲く花のように聴いていただきました。はい、ではですね4曲目、こちらはりょうたさんのオリジナル曲で、はい、こちらもですねカラーと同時リリースですね。はい、
この曲がですね自身のセカンドシングルとなり、はい、まあ同じ日に出したんですけど、うん、まあアルバムとしては、うん、まあ、2曲っていうのはちょっとあれなんで、はい、シングルとして出させていただいたんですけど、はい、まあ、こちらも自身で作詞作曲をした初めてのバラードになりますね、うん、はい、で小川さんにマスタリングしていただいて、はい、まあ、結構この曲に関してはリスナーさんからも、僕配信してるんですけど、はいはい、そのリスナーさんたくさん聴いてくれてる楽曲になりますね、うん、あ、じゃあこちら結構高評価、めちゃくちゃ高評価ですね、はい、こちらもね、はい、初めガレ版で作られてたのをこちらで落とし込んでやりましたよね、うん、あと、まあ、思い出はやっぱりあの、うん、渋谷で2曲レコーディングしたのがやっぱ、おしゃれなレコーディング、ね、スタジオでしたね、はいはい、うん、2回ぐらい行ったんでしたっけ、そうですね、納得がいかなくて2回目になるといろいろ1回目はね僕もちょっと初めて使うスタジオだったんで、うん、はい、使い方がよく分かんなかった、ね、だんだん2回目ぐらいに慣れてきて、ディスプレイも使いこなしてあのかっこいいね、かっこいいね、すごく見やすかったです、ね、見やすかったですね、はい、うん、あの結構マスタリングとかするときに、はい、細かいとこまで見たいので、やっぱりあれぐらい大きなディスプレイがあった方が見やすい、テレビぐらいありますもん ね、あれはとても便利ですね、うん、はい、では最後の4曲目になりますが、曲紹介の方お願いします、はい、りょうたで夜夢、はい、りょうたさんで夜夢聞いていただきました、はい、これからねたくさんの人に聞いていただけるといいですね、そうですね、はい、ではですね、りょうたさんの今後の活動予定や告知など何かありましたらお願いします、はい、8月23日水曜日に目黒のライブステーションっていう、はい、ルナシーやあの X ジャパンとかがやってた箱があるんですけど、あ、はい、そちらで主催ライブをさせていただきます、はい、ルナシーやバンプオブチキンの音響をされてた方に今回音響していただけるということで、すごいですね、はい、うん、かなり迫力のあるライブをお届けできるかと思います、はいはい、で12月24日、はい、日曜日クリスマスイブですね、はいはい、にメロディア東京にて初のワンマンライブを開催することが決まりました、すごいですね、ありがとうございますいやちょっと初めてのことでどうなるか、うん、じゃあ応援に行きますね。あ、いいですか。はい、応援に行きます。はい、自分もメロディアね、なんか あの対バンですけど、はい、2回ぐらい。あるんですね。いい感じなとこですよね、あそこね。なんかスタイリッシュですよね。けどあそこね、ビジュアル系に向いてると思いますね。ライブハウス。見ました、あのライブハウスのこう雰囲気。ね。はい。まだ準備はまだなんですね。これからっていう感じ。はい。で、あともう一つ、はい、あ、もう二つございまして、ね、はい。はい、ポケカラというアプリで、はい、ライブ配信をしてるんですけど、トップライバーを目指して配信をしています、ストリートライブの予定も少しずつですが、計画をしておりまして、はい、まあ、新たな楽曲をたくさん制作をして、で小川さんにもマスタリングしていただいて、はい、で皆さんがね生きていることを実感できるものをこれからも届けていけたらなって思ってますので、あのライブのチケット取り置きいたしますので、ぜひライブにお越しください。それとですね、 FM 市川うららというラジオ番組にて、はい、毎月第1土曜日の、はい、14時15分から14時半までで、バズりょうたチャンネルという冠番組をやっております。この間小川さんにも、初のゲストとして出ていただいたんですけど、はい、楽しかったです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ぜひあの今後の市川うららも聞いていただけたら嬉しいです、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、りょうたさん SNS の方も、たくさんやられておりまして、はい、YouTube、Twitter、Instagram、TikTok、うん、あとポケカラですね、はい、ポケカラっていうのはやっぱ歌ったりトークとかですかね、土日に歌枠を開いて、うん、平日はもう雑談のみ、毎日ずっと毎日喋ってます、大変ですねそれは、はいはい、ではですね、はい、あ、じゃあごめんなさい、最後に僕の方のライブ告知と教え、はい、させてください、はい、6月も同じく毎週月曜日ですね、はい、6月5、12、19、26日、うん、渋谷のネバーランド東京で DJ させていただいております、はい、私のですね、僕のプレイ時間はだいたい22時から22時30分、はい、あのその日によって振れ幅があるのでちょっとわからないんですが、
それが1点と、あとですね、7月11日に火曜日、こちらはいつもお世話になっているボーカルでお世話になっている小池ジョアンナさんのワンマンバースデーライブ、マイトレジャーがですね、渋谷レックスの方でありまして、現在ですね、前売りチケットが4000円にて、パスマーケットというサイトで販売中です。はい。あと8月3日の木曜日ですね、4月にもあったんですが、今度メズムショーケースという、メズム東京というホテルのですね16階で東京スカイツリーも見えて夜景がとても綺麗なところでですね、今回次は3回目ですね、ボリューム3ということで、一部は、ジョアンナさんと僕とのアコースティックライブ、二部は、僕だけのソロライブということで、開催予定です。あと現在ですね、ピアノのアルバムちょっと1ヶ月に4曲ぐらいで出していこうっていうのと今計画してて、あとです、あとセカンドアルバム今制作中です。もう少しお待ちくださいということで、ひてのりょうがワクライハイでは、番組放送翌日土曜日ですね、18時にひてのりょうがは YouTube チャンネルにて動画を公開しております。りょうたさんや、僕の方に興味持っていただけた方は、こちらの概要欄の方に SNS やライブ情報など詳細のリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください、はい。FM 川越 YouTube チャンネルの方でも翌週に、アーカイブ動画公開されますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。では、そろそろお別れの時間になってきました。りょうたさん、本日はお忙しいところスタジオに遊びに来てくださってどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、またいろいろコラボをしましょうということで、はい、よろしくお願いします。はい、次回の放送はですね、2023年7月7日金曜日のこの時間にお会いしましょう。それではさようなら。さようなら。